去年2015年、そして今年2016年も、フォートメイソンで開催された J-POP サミットはとても賑わいました。インタラクティブパビリオンでは新世代の楽器、カグラの魅力を探ってみました。2015年と2016年の仕組みデザイン、中村さんのインタビューをご覧ください。今年の1月にリリースしました。もともとは13年ぐらい前に、体動かしたら演奏できると、誰でも楽器が演奏できて楽で楽しいなと思って、最初はアート作品として作り始めたんですけど、10年前ってまだ全然パソコンもスペックが足りなくて思う通りに動かなかったので、10年経ってもう一回去年作り始めたんです。自由な体の動きがそのまんま演奏になってると、新しい演奏スタイルが作れるんじゃないかなと思って、新しい楽器にしたいので一つの文化になったらいいなと思ってます。去年はもう本当に単純に体を動かして音を鳴らすっていうだけだったんですけど、今年のやつはもういろんなことができるようになってて、本当にゼロから自分で簡単に楽曲を作れたりとか、で作ったものを他の人にシェアしたりとか、用意されてる音がいっぱいあるので、それで簡単に作れたりもします。いろんな楽器との組み合わせもできるので、カグラを使って他の楽器のコントロールをしたりとかっていうところまでできるようになってます。去年ここで展示した後に、その後もいろんなナムショーだったりとか、あとソナーっていうヨーロッパのフェスに出したりとかして、でソナーのスタートアップコンペティションでグランプリを取ったりとかして、もう世界中でいろいろ評価をもらって、でも早くプロダクトをローンチしてほしいっていうのをすごい言われるようになったので、今日はこの J-POP サミットのタイミングでキックスターターを始めようと思って来ました。カグラっていうのは僕が楽器が弾けないんで作ったんです。なのでもうみんな誰でも簡単に楽器が弾けるようになってほしいという思いで作ったので、ぜひ今楽器弾けないなっていう人だったりとか、今弾けるけど違うことやってみたいなっていう人、みんなにやってほしいと思ってます。でもそのためのキックスターターなんで、ぜひ一回チェックして、で、よければ支援をしてください。よろしくお願いします。